はい、動物の森やっていきましょう。前回はガチャのね、ロボット風のお部屋のコーディネートしたんだ。おはよう、三浦ちゃん。しずえさんがお待ちよ。あ、思い出した。おはようございます、しずえさん。施設周りの担当の方って三浦さんのことだったんですね。マジで？まだ入社して1週間も経ってないのに担当になっちゃったんだ。それならそうと昨日言ってくださればよかったのに。とにかく三浦さんでしたら私も心強いです。実は入団開発の担当になって正式な建設の仕事を進めるのは今回が初めてなんです。初めて同士一緒に頑張りましょうね。それで今回工事を再開できることになった区画ですが、そこは開発プランでは学校を建てる予定になっているんです。ただ役所が助成する事業なので最低限揃えていただきたい部屋や設備もありまして、それがこちら。三浦さんの手元に用意した仕様になるのですが、いかがでしょう、お願いできますか。ということで見えないわ、資料が見えないわ。まあこれね、ちょっと今下画面にその学校に作らなきゃいけない設備となんかいろいろね、まあ条件が書かれた資料を見せられているんだけど、これかぶっちゃって全然見えないんだよね。もうやるしかないよね。あ、なんだ、あ、教室一部屋、あ、これを作るんだね。よかった、それを聞いて安心しました。では早速ですけど現場までご案内しますそんなに愉快かな。めっちゃ拍手してたけど。お、学校作ってんね。学校狭っ。ここが学校の建設現場です。どんな学校が完成するか今から待ち遠しいです。ではまず外観のデザインを決めちゃいましょう。あらかじめ役所の方で用意したデザイン案がありますので、三浦さんのイメージに合うデザインを選んでください。デザイン選ぶことできる、あ、って言っても3通りだ。どうしようかね。色が違うのか、赤い学校と緑の学校とブルーの学校。これは直感で赤でいこう。あ、いろいろあるね、見ることできるんだ。赤でいこう、決定。ありがとうございます。では次に教室のレイアウトのプランニングを進めましょう。プランニングだって。なんか広い、ポケモンと一緒だ。外から見ると家がものすごくちっちゃいんだけど、中に入るとめっちゃ広いという、これポケモンならでは。こちらが教室になります。広いですよね。教室に最低限揃えていただきたい備品は三浦さんのバインダーで確認してくださいね。これだけ広いと必要な備品を揃えるだけでも大変だと思いますけど、リストの備品名をタッチすれば該当する備品のカタログを見られますので、よろしければご利用くださいね。それともう一つ、L を押しながら配置済みの家具をタッチするとそれと同じ家具をすぐに置くことができるんです、ということが。いきなり今まで可愛らしい声で喋っていたんだけど、いきなり男ののぶとい声で静江さんの声やってしまったんですけど、これあれだね、学校の教室なんで机とかさ同じものを大量に置いていくから、まあこの説明が入ったんだろうね。つまり L タッチで家具をコピーできちゃうんです。あ、左利きの方は R プラスタッチでも OK ですよ。生徒さん用の机や椅子は数がたくさんいりますから、同じものをいくつも置くときにこの便利なコピー機能をお使いください。それではよろしくお願いします。お、学校、ちょっと待って、いきなりなんか、うお、いきなり広くなった。今までものすごい狭い部屋をね、コーディネートしていたんだけど、
どんな感じでやっていけばいいんだ。教室、教卓が1個、椅子4個、机4個、狭いな。狭いなっていうか、生徒が4人しか入れない学校、どんな学校だよ、それ。なんだこれ。あ、今までやってきたお客さんのリストだ、これはね。これはちょっと今回関係ないんで、ですね。まずちょっと机を置いてしまおうか。机。あ、これだね。重くし、これだ。OKOK。L ボタンを押してタッチか。OK。これで4個全部揃った。机と、あとなんだ？椅子か。椅子だろ？これかな？学校の椅子、これだ、重くし、これだ。これを4個。おっしゃ。あと、教卓か、教卓。教卓ね、この先生が教卓に立って、ね、授業を教えたりするから、そう、教卓が必要なんだ。まあ、黒板が欲しいな、黒板。黒板ないのか？これはなんだ？左利きのデスク、そんなのあるんだ。教卓ってどれよ？これか。あ、あったあった、こんなのあったわ、教卓。そういえば俺の小学校の時こんな感じのね、真ん中っていうか、黒板の前にこれドカンと置いてあるんだよね。中学校、高校でもあったか。さあ、教卓をちょっと前に動かした。うん、違うな、ちょっと近づけすぎだね、教卓。まずここ教室に入って、ここ窓でしょ？で、こっちが黒板の方だと思うんで、こうかな？狭いか。ダメだ。この新入社員の三浦さんがこういう感じで入っていくんだったらちょっと狭すぎる。これじゃちょっと狭いね。もう一つ。こんな感じかな？うん、こんな感じで。これさ、この教室の広さだったらもっと机ガンガン置けるよね。まあ最低4個置けよってことか。これさ、どうしよう、机と机は隣り合わせみたいなやつにする。左の机は男が座って、右の机は女の子が座るのね。そういう感じにしよう。やっぱ4個は、机4個はさ、ちょっと少なすぎるわ。もっと、こんな感じでちょっといい感じかな、これで。ちょっとここら辺はね、ちょっと単純作業になってくるけど、ちゃんと座れるかな。あー、大丈夫、座れる。やっぱあかんわこれ。この空間どうすんだよ、この空間どうすんだ。まあ最、そうだね、まあさっきも言ったけど、最低この数を置いてくださいっていうことだと思うんで、多分追加でガンガン入れてもね、構わないと思うんだよね。うん、まあなんだけど、とりあえず机に関してはこんなもんでいいかな。よし、じゃあちょっと内装を考えていこう。内装、モダンな障子。障子か、障子は絶対違うでしょ。これは何？教室の壁。これ使わなきゃダメなの？なんか教室の壁って書いてあるんだけど、もう岸。音楽室の壁。あー、こんなのあったね、確かに。あったあった。なんか天井がさ、あれなんだよね。なんか、なんて言えばいいのかわかんないけど、ちょっと三角だったり、なんか波打ってる感じがするんだよね。じゃ、ここ音楽室じゃないから、そもそも。うわぁ。普通だったらね、これを使うのが正解だと思うんだけど、ちょっと、いや、ここはちょっと遊び心をね、発揮して、
あ、でもこれがいいんじゃないかな、一番シンプルなねやつが。あ、これも結構いい感じが、素朴な感じがする。うん、よくある壁紙だって。これはないだろ、これは落ち着かない。すごく本に囲まれて個人的に全然落ち着かない。あー、これもちょっとラブリーすぎてね、落ち着かないな。さあどうするか。これ絶対違うでしょ。これなんだっけ、障子か。なんだこれ、ドラキュラみたいな。これもなんか落ち着かない。何これ、これは、え、何これ、摩天楼の壁。あ、そういうことね、あのビルだ、ビル。うん、ちょっと派手なやつでいこう、これでいこう。ちょっと派手だけど。で、床だ、床。まあ床はさ、どう見たってこれフローリングでしょ、絶対フローリングの方がいいよな。これはちょっとチカチカするから、これこれだとね、なんか机の色と床が被ってしまうから、色が、やめよう、これにしよう。うん、結構落ち着いた感じになってる今で。こっからだ、講義室、講義室の机。あ、そうかそうか、あー、そうかそうか、大学なんかはこんな感じのね机になってるんだけど、ここ大学なの、そもそも小学校とかでしょ。いやー、何置けばいいのかちょっと迷っちゃうな。先生のデスク、あ、これやってなかった、だからこれ重要だよ。先生のデスク、ここに置こうか。こうだね、こうやって先生のデスクがこうあって、もうちょっとこれ前に出しとこうか。こんな感じでいいかな。で、ちょっと机が近いような気がする。そして先生の椅子、おもんきしドンピシャなやつ見つけちゃった。これだ、先生の椅子。こうだね。これで教壇にはね、僕の小学校、中学校、高校もそうなんだけど、この教壇の机には椅子とかそういうのついてなかったんで、これでいいかな。うん、そう、そしたらちょっと机と椅子をちょっと いじっていこう、生徒の、ちょっと数が少なすぎる、さすがに。で、これからちょっと足していきます。生徒の机と椅子、それに関してはこれでいいんじゃないかな。ちょっとこの後ろがさ、ちょっと空いてる感じがあるよね。とは言っても結構目いっぱいに入ってるんだけど、ね、一応ここが真ん中、ここが真ん中の通路で、ここ2列、ここ2列で、ここ3列。本当はあの3列3列とか2列2列にしたかったんだけど、なんかこのね、教室の幅が結構中途半端だからこういう感じになっちゃった。左が2列で、右側、こっち側が3列という中途半端な感じになっちゃったんだけどね。うん、ちょっとこことかさ、通れるようにしたいからね、こことか。さあ、あとどうしよう、黒板がないのがおかしいよな。黒板、うーん、黒板がないんだよね。ちょっとそれっぽいやつはあるんだ。コルクボード。コルクボード違うね。黒板じゃないんだな。掲示板。学校のスピーカー、これやろうか。OK。あ、これがあると一気にね、学校らしくなる。多分ここら辺にあるんだよね。で、なんか掲示板もさっきあったね。これを、そうだな、どこに置く、これ。また写真撮っちゃった。よし、 OK。
ちょっと掲示板を置きました。で、ほんと黒板が欲しいんだけど、黒板本当にないの。なんで黒板ない、なんで黒板がないんだよ、ここを。こんな感じ。ここに本棚を置いたね。うわ、狭い、狭いな、ちょっと狭いな、この教室。ちょっと圧迫感があるな、やっぱり。っていうことは、後ろの一列をもう削るか、ここ。さっき言ったみたいに、後ろの一列削った。これで全体的に広々とした感じにね、なんか机がおかしいことになってる。こうか。さて、ここに本棚があって、一応ね、本棚があって、あとなんか、いいのないかな。花行こうか。あ、いいね。これはもうちょっとこっちやるか。こっち、オッケー。まだいけるな、まだいける。時計か。時計、これもう時計に関してはもう絶対これだよ。オフィスの時計。これをね、これ黒板の方。あ、いいね、いいね。ここがいいね。ここに時計やった。あ、これなんだろうな、これ空気清浄機的な。あ、オイルヒーター、これ完璧にこれ入れよう。オイルヒーター、いやー、俺の学校にもあったわ、こんなの。オイルヒーターといっても大学だけどね。オイルヒーターはちょっと後ろね、ここに置こう。オイルヒーター、なんかいろいろ探してみたけど結構あるな。お勉強セット、お勉強セット、これ、あ、お勉強セットを例えば、あ、生徒のこの机の上に置いてみる。あ、一気にね、これちょっと雰囲気が出てきたぞ。そう、あとは学校のロッカー出した。そしたらこれちょっといらないな、このやっぱこの本棚いらないな。この学校のロッカーをちょっと大量にね、結構あったよね。こんな感じでちょっと一列に、あともう一つ入るか。あ、入った、完璧。うん、掃除用具、掃除用具、ランドセルある、ランドセルあるね。じゃあランドセルに関しては、うん、ここにちょっと載せて、あと掃除道具があったね。掃除道具と、なんだ、掃除用具、あ、黒板あるじゃん普通に。おお、なんだなんだよ。教団の右と左で分割されてんだ。これ右か。よかったよかった。黒板ないのかなと思ったんだけど、あった普通に。これが右だよね。ってことは左。完璧じゃん。来たよ。ようやく来たわ。じゃあ先生の机もうちょっとこっちにやって。あ、いいんじゃないか？これで。狭いけどね、相変わらず。そして、やっぱ学校といえば、人体模型。骨格の標本もある。どっちがいいかな？どっちがグロテスクかな？人体模型。これでいこうか。骨格標本。このね、骨格標本の近くのこの席、最悪だな。さあ、あとなんかあったのかな、なんか学校っぽく見えるやつ。なんかあったかな。
アルコールランプがあるのおかしいよね、さすがに。あの人体模型っていうか、あの骨格標本が教室の中にあるのもかなりおかしいけど、掃除道具か。じゃあこれをちょっとこう後ろに持ってこうか。こんな感じかな。オイルヒーターちょっと邪魔だな。こっち行こう。そう、でもそうするとね、通れなくなっちゃうんだよな。難しいよな。こうかな。うん、こういうことにしておこう。あとなんか足りないやつなんかないかな。まあこんなもんでいいんじゃないかなと思うけどね。お勉強セットも置いたし、学校の下駄箱か。下駄箱違うな。あ、ロッカー、これ、え、ロッカー、掃除道具を入れておくためのロッカーにしよっか、これね。そしたらこいついらねえな。1個いらねえや。あ、確かにこんな感じだった。こんな感じで、この中にね、掃除道具が入ってんだよね。うん。ロッカーがあるのに、なんであのこの掃除道具が飛び出してるんだっていうね、ちょっとツッコミがあるけど、これで本当にもうできるやつないんじゃないかな。ね、ここはもうなんかあの、朝食セットみたいな。ここは植物関係か。あ、じゃあ水仙。推薦待てよ。推薦をね、あの生徒の机の上に置いちゃうと、もうこの人死んでしまったのかなみたいになっちゃうね。これすごいな。ちょっとこのね、真ん中の席の人死んでしまいましたみたいな感じになっちゃうから、これちょっと違うな。先生の机に置いてみようか。あ、置けてないし。先生の机にさっきの推薦。あ、まあいいかな。うん、ちょっと背丈が高すぎるな、この推薦。ちゅうことで、まあこんなもんでいいんじゃないかな。できました。これが僕のね、学校、僕のイメージする学校。三浦さん、進み具合はいかがですか。完成しました。はあ、ついに完成したんですね。では早速拝見させていただきます。結構時間かかったな。34分か。これカット編集大変だな。学校、あ、めっちゃいい感じじゃん。普通にいや、これ俺が作ったと思えないな。いいんじゃないですか。あの壁紙が結構派手な感じになってるから、ちょっと落ち着かないかもしんないけど、うん、ちょっと地味なやつだとね、つまんないかなと思って、壁紙に関しては結構あの思い切った選択をしたつもりなんですけど、どう見てもこれね、小学校だよね。気に入ってくれたかな、静江さん。ついにこのニュータウン初の公共事業プロジェクトが形になりましたね。住民の皆さんがこの学校に通う姿を見られるのが待ち遠しいです。さあ、それではたどきハウジングさんの事務所に戻りましょう。うん、なんか今までね、すんごくちっちゃい部屋のコーディネートだったんで、今回面白かったな。めっちゃ時間かかったけど、
三浦さん、今日は本当にお疲れ様でした。住民の皆さんもきっととっても喜ばれるでしょうね。そうだ、明日住民の皆さんにお披露目の式典を行うのですが、よろしければ三浦さんも来て、むせた、来てくださいませんか。喜んで。きっと参列者の中には三浦さんのお客様もいらっしゃると思うんです。自分のお家をコーディネートした人が建てた学校だって知ったらきっと驚くだろうな。あ、いけない、ついつい自分の世界に入り込んでしまいました。とにかく三浦さん、また明日お迎えに上がりますね。それでは失礼します。あ、ということで、まあ今回はね、もうこれ40分ぐらいやってるからここでおしまいしよう。ということで、まあ次回の動画は、まあ、式典だって。うん、はい、じゃあ次回は式典をやっていきたいなと思います。